候がまあ不順だったんですが、例年並みの作柄という形で品質も、甘みもある栗に育ちました。9月15日以降からが最盛期と出荷のピークとなります。で日、まあ、10トンくらいの荷受けがありますので、まあ、出荷調整を行いながら、出荷の方をやっていくような体制になっています。まあ、今日から選果の方始まりましたが、まあ、約2ヶ月間の稼働ということで、旬の栗を選果して皆様にお届けしたいと思います。でご購入する方につきましては栗選果場の方に来ていただいて、まあ、9月、お彼岸前あたりから販売の方を行いますので、皆様よろしくお願いいたします。